はい、ゆいです。今日も Vlog を撮っていきたいなというふうに思います。今日からですね、9月の4連休ということで、うちの会社も4連休です。ただまあ、休みの日ほどですね、まあ自営業なので、休みの日ほど外部からのこの連絡がなかったりするんで、仕事がやりやすいというところで、この4連休はですね、溜まっていた仕事だとか、整理しなきゃいけない案件をですね、がっつり、会社の方でやろうかなというふうに思っています。また動画のいろんな練習だとか編集の技術なんかもいろいろ勉強したする連休にしたいなというふうに思っています。で、先日ですね、家の自宅のこの環境を少しスタジオ化みたいな形で、まあ安い機材ですけど揃えて、いろんなことができるようにしたので、会社の方の机もですね、そういう風にしたいなっていう風に今思ってます。っていうのは、まあ、デジタル化が進んだり、やっぱりいろんなコロナの影響もあって、これからはビデオ会議だったりだとか、その、ビデオを使った仕事っていうのがですね、増えていくのかなっていう風に思っていますので、会社の方の本業の方の仕事でもそういうことができるように、机の周りの環境整備っていうのをですね、ちょっとしたいなというふうに思っています。ということで、今回のブログも Vlog も、撮影の練習実験、またいろんなそういうやってみたみたいなですね、Vlog になると思いますけれども、もしよかったら最後まで見てください。だいぶクリア落ち葉が落ってきましたね。もうすっかり秋の雰囲気が出てきました。これだけ栗が落ちてるとちょっと栗拾いしないとルンルンとアランが大変ですね。あ、ルンルン来たかい。おはよう。ルンルン、おはよう。いい子だね。ふいふいふい、いい子だね。あ、寝てんの。いい子だね。アラン番犬してるよ。アラン、おはよう。どうした？気温は18度ですね。もうだいぶ涼しくなってきました。昨日の温度グラフを見ると夜間は20度を切ってますけど、昼間はまだ26度ぐらいまで上がってるみたいですね。山なので湿度はちょっと高めです。まあでもだいぶもう涼しくなってきています。会社に来まして、今日は休みなんですけど、ちょっと来客があったので、その来客の用事が終わったので、今、1時半ですね。1時半なんで、これから食事に行きたいと思います。やっぱりですね、ZV-1 この間買ったんですけれども、ちっちゃいコンパクトカメラ。やっぱりね、ZV-1 便利なんですけど、やっぱり撮影をこういろいろするっていうね、なんか楽しさというか面白さっていうのはミラーレス一眼の α7-3 の方がいいですね。やっぱり ZV-1 すごく便利なんですけど、撮ってて何もやることがないというか、設定とかも、まあ、細かくやれば設定もあるんですけど、基本的には設定がなんていうかフリーなんで、やっぱりミラーレスの方が面白いですね。Thank you.
食事に行ってですね、ペイペイで支払いしようと思ったら残高が、300円ぐらいしかなくて、でチャージしてる銀行がメンテナンス中でチャージができなくて焦りました。で財布の中見たら、たまたま財布の中に6000円ぐらい、いつの現金か分かんないけど入ってたんで、とりあえず支払いはできたんですけれども、早くね日本中で電子マネーが使えるようにね、いろんな電子マネーが使えるようにしてほしいですね。でそれと、まあ、いつもクイックペイでやってるんで、クイックペイがそこで使えればクイックペイで使えたんですけど、その店はねペイペイしか使えなかったんで、ちょっとこんなことになりました。まあチャージ式のやっぱり電子マネーっていうのはこういう時はダメですね。まあ入店前に残高確認しとけよっていう話ではあるんですけど、まあやっぱりね、クレジット決済の電子マネーの方が便利です。ちょっと久しぶりに焦りました。少し寒くなってきたんで、ハーフパンツから最近はジーパンをまた履いてます。ジーパン、これはですね、 ZOZO タウンの、ちょっと前に噂になったZOZO スーツで測定して作ったジーパンで、結構体にフィットしてて、すごく調子がいいんですよね。それ以来ずっとこれ履いてるんですけど、まあ、ZOZO スーツもちょっと先を行き過ぎたというかね、今はサービスが終了してしまったんで、ちょっと寂しいですね。あれでね、自分の体に合った服がもっともっと作れれば、よかったのにな、なんていうふうに思います。まあ、普段はもうほとんどユニクロとか、そういう既製のものを着てて、特にこだわりもないんで、まあまあ、ユニクロ行って買えばいいのかなっていう話ではありますけれども、ZOZO スーツはね、もうちょっと頑張ってほしかったですね。マイクをマイクスタンドにしました。これですね。マイクスタンドに取り付けました。このマイクアームを買って、この先にマイクをつけて、まあ、こういうふうにラジオ DJ みたいにこういうふうに引っ張ってきて、こういうふうにマイクをつけてやってたんですけど、なんかやっぱりこのアームが邪魔くさくて、いまいちだったんで、なんかこの方がクラシックで雰囲気があるなと思ったんで、このマイクスタンドに立てました。結構いい感じの雰囲気になりました。できたかい？できた。これだね。あ、そう。まあ、ナホリやったの、全然朝から。鼻の頭黒か。本当だ。泥だらけ。今日涼しいね。寒いぐらいだ。あ、そう。15度ぐらい。ああ、朝ね。うん。